それではアメ車を3台見ていきたいと思います、はい、まずがこちらシボレー。これは鈴木編集長の。はい、そうです、はい、愛車ということで、はい、ね、鈴木さんの深い燃費悪そうですね。またこれがなんかあれですね、めっちゃ深い、なんか悪そうですね。3人ぐらい人引いてそうですよね。いや、もうそのため悪く見せるためにここまでわざわざ手をかけてますから。はい、あ、ホイールとタイヤは何ですか。はい、あの、まあ、要はタイヤはもうアメリカではもうメジャーな BF グッドリッチのマートテレ、はい、まあ、最新型 あのオフロードタイヤです、はいはいはい、これ車高は上げてんですか。車高は3インチのボディリフトで、はいはい、上げてます。なので、まあ、足回りはあのショックアブソーバーが交換してますけど、はい、あの高さに関係なくそれだけ交換してます。あ、なるほどね。で、中ちょっと見てみましょうか。あ、どうぞどうぞ。また中いいですね。そのシフトがドクロになってるっていう。ああ、なるほどね、はい、これな、銀行強盗できそうですよね、これ。全然もうハマーとかに比べたら全然、うん、これでどれですか。エンジンはいくつですか。これ 5.7。 あ、 5.7、 はい、一体どれぐらい。6.7。嘘だね。6.7。いや、平均だよ、ね、高速、やっぱあの取材で高速移動とか多いんで、それを、まあまあ、下道だけだったら5切りますから。嘘だと思います。私は4だと思います。これだから、あ、ちょっとじゃあ後ろ見ちょっといいですか。後ろは汚いですよ。後ろ汚いんですよ。やめてくださいよ、デリーさん。編集長ね、多分ね、家帰ってないと思いますよ。やめてくださいよ。え、結婚してんの。結婚してます。偉いじゃん。あ、子供2人います。ちゃんとしてるんだ。はい、します。いや、俺もてっきりさ、ここでそのままその日暮らしの生活してんのと。いや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 、まあ、デリーさん、え、後ろ物置、まあ、汚いよね。いや、まあ、本当だ。でもこれこそやっぱ愛用されてる証拠じゃないですか。物置、物置。これ後ろ何積んでんの。これキャンプ道具です。あ、キャンプ。なるほど、はい、誰と。家族で。えらい。それえらい。ちょっとこれ開けてみて。何マジっすか。ほら、あ、えらい。あ、入ってる。薪があるよ。薪もある。えらい。あ、えらい、えらい。積み滅びしたね。いえいえ。もうキャンプね、はい、こういうでかい車って逆に道が狭いから邪魔じゃないの。いや、でも今はもう本当整備されてますから全然大丈夫ですね、はい、次は俺の好きな。あ、こんにちは。お母さんでいらっしゃいます、はい、チャレンジャーですよ。あ、前奥さん、はい、出てくれましたよね。本当、ピンクのチャレンジャー。そうですよ。え、ピンクから色塗っちゃったの。嘘です。これは主人の。あ、一台車で持ってんの。はい。すごい。同じ車2台？同じ車です。ご主人、お仕事で何してんの？マフラー屋で。あ、はい、マフラー作ってます、ね。片木なんだ。はい、片木です。片が。てっきり俺悪い人かと思ったら。え、これは何カスタマイズしてんですか？一応これ 6.4 の NA ベースで、はい、あのスーパーチャージャー後付けで。あ、後付けなんだ。はい。これはもう所有してから何年ぐらいですか？でも3年ぐらいですね。それまであの嫁にあげたチャレンジャー乗ってたんで。あ、そうか。じゃあ奥さん、いいご主人だね。ね、お匂いだよ、うん、これは何年もんなんですか。2013年。はい、なんか黄色が好きだからなんかときめきますね。ねえ、なんかキャリパーもこれを変えてるんですか。あ、もともとブレンボ入ってて色だけ黄色に。そうですね、はい、いや、なんかほらね、黄色にキャリパーするとなんかまたさらにね、かっこよさが増します、ね。だけど家だとこれとピンクが2台並んでるってこと。その前に MR2 も止まった。マジで。はあ、それはガレージ広い。かっこいいね。かっこいいよ。2台で出かけることあんの。あ、もうツーリングとか2台で。あ、そう、はい、ツーリングしてんだ。ミーティングとかも2台で行ったり。あ、そう、へえ。編集長、はい、いいですね、はい、どうですか。いや、最高です、ね、ちょっと後付けのスーパーチャージャー見ましょうよ、はい、あら、お、中がまたすごいですね。これ金かかってますね。もともとこれの状態で買ったんです。あ、そう、はい、これあれですか、失礼ですけども、いくらぐらいで買えるんですか。当時安くて600で。600万。安いわ、はい、え、これで何馬力。これ600です。あ、600あるんだ。はぁ、リッターどのぐらい。3.5 とか。そうですね。今声が小さかったけど、実際はね、僕はね、3キロないと思いますよ。まあそうだよね、踏んじゃうんで。踏んじゃうね、踏んじゃうよね。ちょっと音聞きたい。お願いします。音聞きたい。あ、本当
ちょっとどうですか、皆さん。マークだろ。近所迷惑。近所迷惑。すごい。もう大丈夫って感じ。ご主人、はい。完全に近所迷惑じゃないですかこれ。デモカーなんで。デモカーね。パワフルだな。いいですね。これじゃあ嫁もこのマフラーついてるの？いや、嫁のはサイドマフラーでちょっと音を抑えて。あ、そうか、はい、あ、サイドマフラーの方が抑えるんです。でもサイドマフラーまたかっこいいね。そうですね、あのクラシックな感じで。ね、そうですね。で、サイドの方が音静か。静かにしてくれって言われたんで、静かにしてくれ。そうだよね。街から追い出されちゃいますもんね。近所の奥さんに怒られちゃうね。こんな音してたらね、指刺されるよね。こんにちは。こんにちは。お願いします。お名前は？大垣と申します。大垣さん、はい、この子ちょっと教えてください。これはダッチチャージャーになります、ね、ダッチチャージャー、はい、はい、千馬力。ただ車ですね、またえ千馬力ですね。見つかって、土屋さん、えほら、千馬力。マジで、はい、何考えてんの、そんなに。ちょっとエンジン見せて。はい、いや、800馬力は乗ったことありますよ、俺。千馬力はない。どこが千馬力？どこがあるのかな、はい、エンジンマグナソン積んで、アメリカのヘネシー車で、はい、千馬力にチューンしてもらって、で入れてます。はあ、これですね。これ千馬力になると、はい、どうなるんですか、車は。目いっぱい踏むとウィリーしそうなぐらい馬力あります。これってエンジンだけ例えば千馬力にして、足回りというかさ、タイヤも含めて対応できるんですか。あ、全部それ仕様にしたら全部してあります。いくらかかってんの。はい、1000万以上。ね、1000万以上。1000万以上出ました。いや、だってエンジンだけじゃないもん。駆動系から何から全部強化だもん。何をやるんですか、まずその。1000馬力上げることによって、駆動系が弱くなるでしょ、はい、駆動系弱くなる、ブレーキも弱くなる、うん、だからパワーに合わせて駆動系とブレーキを強化しないといけない。なるほど。ミッションは？ミッションは？ミッションもやってます。やってんの？はい、それは1000万かかる。で、かかるね。かかる。かかる。で、タイヤも？ホイールも？タイヤは日本で買いました。あ、日本で。はい、まあ、日本のタイヤでね。はい。もともとはいくらだったんですか、この車は。もともと1000ちょい。1000ちょい。はい。で、プラス1000万。はい。1000ちょいか、さらにかけて。1500万。されてるわ。2500万。すごいな。編集長、はい、これどうでしょうか。あの、この間撮影させてもらったんです。うん。はい。千馬力、はい、もうぜひもう土屋さんに乗ってもらいたいって。それはちょっとこの番組で袖ヶ浦行きましょう。どのぐらいで、例えば、はい、04って言うんですか、どのぐらいなんですか。まだちょっと04で実際にはやったことはないんですけど、かなりいいあれは出ると思います。なんで千馬力にしようと思ったんですか。もともとこれのヘルキャット持ってたんですけど、はい、やっぱりもっともっと欲しくなって、はい、で日本だと千馬力できなかったんで、うん、本国日本でできないんですか。やっぱあのアメリカに持っていかないといけないので。ってことは、これを一回この車買って、はい、アメリカに輸送して。あ、これはもうアメリカで注文して、アメリカ内で搬送して、で日本に入れてもらう。うわー、すごいな。じゃあどれぐらい待ったんですか。コロナにちょうどなっちゃって、1年待ちましたね。あ、まあ、改造もあれだったんですけど、で切って実際その、はい、まあ、千馬力の車乗ると、はい、今までの車とどう違うんですか。あ、もう全然違います。何が違う。例えばあのヘルキャット700馬力ぐらいあるんですけど、うん、あれがなんかスカスカに感じます。スカスカ700馬力ですか。そうです。バカですね。バカですね。バカですね。700馬力をさ、スカスカだってもう逮捕されますよ。いやだけど千馬力はなかなかないでしょ。そうです。俺生まれて初めてですよ。なんかレーシングカーみたいじゃないですか、千馬力。千馬力って、うん、昔のシーカーですよ。そうですよね、うん、千馬力の車って例えば分かりませんけど、箱根の峠とかね、それこそそういうどうなるんですか。そういうところに行くとどうなっちゃうんですか。埋めば横向く、うん、はい、ね、そうですよね、はい、埋めば横向く、まあ、真っ直ぐ行くのはね、アメ車だから分かるけど、こうなったらどうする。いや、もう三速で踏んだだけで横向く。あ、そう、うん、怖いな。運転の、ね、力量みたいなのないと。そうですね、こなさなきゃ。僕は持ってないんですけど。いやいやいや、例えばこれあのどっかのサーキット持ってたことあるんですか。あ、今度空港に持ってて04は、あ、そう、そこでちょっとやってみます。あの茨城
この空港ですね。あ、今の飛行場。はい。そこでちょっと網飛行場だ。あ、そうですかね。はい、やらせてくれるんですか。はい。貸し切って。楽しみですね。ね。これ重いよね。重いです。2.3 トンぐらいでしょ。はい。ね。そう。いや見たい。ぜひ。俺見たいよ。千馬力の車の04。千馬力で土屋さん04でドッカンで行ったら何秒？分かんない。全く俺04やったことないもん。うん、ああそっか。うん。どのぐらいなんですか？5秒4秒。5秒4秒ぐらいじゃないかなと思うんですよね。だからさ、それこそさ、あのオリンピックに使うね、はい、ああいうなんかメーターがないとさ、こんなカチッとやってられないじゃないですか。ね、今、光電管で測るから。そうそう、だからそういうなんか正確なもんじゃないとダメですよね。うん、そういうのも持ってくんですか？はい、準備すると思います。はい、それ何かでやるんですか？はい、まあ仲間内で。ついていけばいいじゃない。ついていきます。いいですか？もうぜひぜひ。見たいよ、俺。千馬力。取材してください、テキさん。いや、俺久々に千馬力聞いた。いや、本当に。土屋さん、千馬力の車に乗ったことあるんですか？シーカーのポルシェ。ポルシェ962C。あれも、まあ日産もトヨタも千馬力ありましたからね、あの当時。あ、そうなんですか。うん、だから乗ってましたよ。いや、とんでもなく速いですよ。もう一回ちょっとエンジン聞かせていただきますか。これちょっと締めてみますか。落ち着いてますね。いや、もうもっと踏めば多分もっと、まあ、そうだよね、はい、ちょっと控えめにしてる。いやいいもの見せてもらった。本当だ。うん、すげえ。千馬力。いこのハンドルじゃ盗まれるね。きれいきれい。新車で購入したの？はい。いや、すごい。へえ。アメ車の魅力って何ですか？なんかみたいですよね。やっぱパワーじゃないですかね。ああ、そっか。はい。これアメ車何代目ですか？あれはかっこいいなとは思います。5代目ですね。あのチャレンジャーも持ってるんですよ。もう一台ヘルキャット。あ、そう。はい。アメ車大好き。大好きですね。大好きだね。はい。お仕事は？あの設備は、はい、車を作る機械を作ってます。ああ、やっぱそういうことなんだ。でもね、嬉しいよね。うん、やっぱり、ね、なんか一見さ、無駄なようだけど、やっぱこういうところでね、楽しいんだ。楽しいよね。はい、楽しいの。ああ、嬉しい、嬉しい。いや、やっぱね、本当にこういう車になってくると、その楽しいんじゃなくて、ヒヤヒヤドキドキが楽しい。まあ、そうか。いや、本当に。そうですよね、怖いもんね。いや、俺、だってちょっと踏んだだけでさ、ホイールスピンでこうなっちゃうんでしょ。いやだって俺初めて乗った時に今年ね、そのチャレンジャーのレッドアイ800馬力、はい、普通に袖ヶ浦のサーキットに乗ったの。加速していくでしょ、うん、ね、4速でも、うん、4速で滑るんだよ、シフトアップで。ね、はい、で1000馬力あるから、滑るどころじゃないの。ね、そのヒヤヒヤドキドキが楽しい。あ、まあそうね、面白いです。無理しないでね。はい、本当ですね。ありがとうございました。ありがとうございました。今回番組収録に協力してくれるのは埼玉県坂戸にあるアヘッドさんです。車の買取販売からカスタムチューニングまで任せられます。コンプリートカーも販売してます。番組をご覧の皆さんもぜひ一度遊びに来てください。さあ、今回はアメ車マガジンの鈴木編集長にアメ車についていろいろ教えていただきましたけれども、いかがでしたか？いいですよね。ね、やっぱりなんか非日常じゃないですか。そう、ね、ここにあるものってアメ車って。そうそうですよね。鈴木さんのこのバカデカさもそうなんだけど、うん、This is アメリカじゃない、うん、ね、でやっぱこうダッチもそうなんだけどさ、千馬力なんていう人もいるわけじゃない、うん、だからもう行っちゃってるよね、アメ車って。なんか、まあ、みんなあと楽しんでますよね。楽しそう。いや、本当にだってこの夫婦なんか2台並べてんだよ、ガレージにね、ピンクと。今日でもね、変わってますテリーさんが、ね、はい、なかなかいないよね。いません、いません、うん、なんかテリーさんが今日ずっとどの方にももう大バカ者だよみたいなことをおっしゃっててなんか愛すべき大バカ者たちのアメ車好きっていう。確かにそうだよね、はい、いいなって思いました、ね、はい、あとなんかこれ見てても思うんですけども、これがさらにこの
車たちが輝くのって10年後20年後なんだよね、うん、そうだね、うん、なんかそれがやっぱりだからさアメ車のやっぱすごさで多分これだってあと10年20年したらもっと価値が上がるしこれだってねうわいいなってあ多分そういうのでねいつまでもなんていうのは輝きをねなんか消えないという、うんうん、これがやっぱりアメ車のいいとこだよねそうだよね、うん、いや面白かった、うん、はいありがとうございます、アメ車面白いよねはい楽しいです、はい、ありがとうございましたありがとうございました車の話番組 YouTube では今回映像や特別映像を公開していますチャンネル登録お願いします。